ちは、前田翔子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、年明けて、はい、明け止めから、はい、ライブありまして、はい、ライブでね、ちょっと大きなご報告がありましたね。そうですね、一回、二神マネージャーが引退じゃないあの私の担当から、こう私の担当じゃなくなって、そう一度ね皆様にも担当じゃなくなったんですって報告したんですけれども、なんと年明けに、また私の担当になるということで戻ってまいりました。ということでね、最近私より、タレント化してる田川くんに登場していただきましょう。どうぞ。イエイ。イエイ。話が本当に下手。誰が引退してるんですか、僕。ちゃんとホリプロで働いてましたから。そうか、あとオープニング、僕のトークだけなんですか、なんか本当にそうそうそう、本当やだ。急にいなくなっちゃって、そしたらまた年明けに戻ってきますっていう風になったから、まあそうですね、よっぽど寂しかったんだろうなと思って。いやもう本当それはそっくりそのままお返ししますね。よっぽどやっぱり寂しくて、寂しくてやっぱり拝殿しようこの現場は楽しかった。やっぱ田中君がいる現場楽しかったんだろうなと思っても、いやすいません、改めまして、すいません、はい、戻ってまいりました。まあでもね、もう翔子さんのことを、はい、ね、熟知してる北上さんが戻ってきてくれるってことは、はい、もうね、万全、万弱な体制で、はい、はい、そうですね、そうですね、もう、一番長いから確かにプラスしたらね、そうですね、うん、2年やって、2年やって、また今戻ってきたんで、うん、5年目ぐらいなので、もう、多分私のこともよく分かってくれてるし、はい、私も二神くんのことをよく合ってます、本当に合ってますよ。もうね、足りないところは笑顔でフォローするっていう、そういうね、今回そんなお二人に、はい、ちょっとですね、まあお二人がそれだけもうこう相思相愛であれば息もぴったりであろうということで、はい、ちょっとですね、ご用意いたしましたゲームを、以心伝心ゲーム出ました。一心伝心、はいはい、どんな内容なんですか、はい、なんかこちらから〇〇といえば何っていうお題を一つ出しますので、お互いが思う答えを書いてもらう。ああ、はい、なのでまあ息がぴったりであれば、まあ当然ね、北上さんもお翔子さんも何年ももう疲れていて熟知されてるということだと思うので、はい、まあまあそんなにねもう心配はしてないと思うんですけども、そうですね、はい、やっぱりね、ここで気持ちをだから通じ合ってるかどうかが分かるってことだからね。確かにそうですね、だってマネージャーなんでやっぱり、うん、あ、飲み物買ってきてくれるって言われた時に、あ、翔子さんきっとあれが好きだから、あ、これ買ってこようって言って、うん、もしそれがお茶飲みたかったら僕は炭酸買ってきちゃったら、うん、あれちょっと違うんだけどなってなるけど、でもそれはもう僕は大体、あ、これ買ってきてくれるって分かった、うん、まあ大体大丈夫だと思います。私も大体もう二神くんには自分のことも分かってもらってると思ってるし、二神くんのも大体ね、もう分かってるから、大体これやったって言った時にちょっとだけ間が空いてるってないっていうことだなっていうのも大体分かってるから、仕事のミスのことばっかり言ってもらっていいですか。はい、はい、では、はい、まず第1問ですけども、はい、まあ、シンプルに、はい、おにぎりの具の定番といえば、これはもう世間一般のおにぎりの具、そうです、といえばってことですね、はい、でもそこはほら分かんないです、逆に言うとほら翔子さんだったらこう書くかなとか、ああ、なるほどね、はい、これはもうね、これしかないですよ。いやこれちょっと引っ掛けなさが翔子さん、私は素直に書くよ。いや、あ、なるほど、さあ書きます、ちょっと僕見えないように書きますね。
あくまで当てることが、あの一致することが目的ですから。あ、なるほどね、はい、そうですね、はい、多分私のことを分かってくれてたら合格だろうなっていう。あ、そうですね、まあ、分かりました、分かりました。じゃあ、いきまーす。なんか面白いね、これ。はい、せーの、昆布。おお。いや、そうなんですよ。もうこれはもうもちろん、もうこれはですよ。おー、すごい。ちなみにですけど、もし昆布がなかった時は、カリカリ梅か鶏五目。うん、あ、そう。いつもあの、じゃあおにぎり買ってきてっていう時は、うん、絶対私昆布買ってきてって言うんですよ。ツナマヨとかも好きなんだけど、なんか歌う前とかはそのツマヨのマヨネーズがなんかちょっと喉に引っかかる感じがしたりとか、やっぱ そういう感じがあるから、一番こう喉に引っかかんないし無難で神経質にならずに食べれるのが昆布だから。だから あと多分味が濃くて、うん、あのご飯が進む味っていうのも多分変わると思います。あ、ね、これはあの濃い味が好きなんです大丈夫。そうですね、まあまあまあ、今はもう、これはもうね、そうですね、うんうん、まあまあ、じゃあちょっと、はい、第2問は、はい、ちょっともしかしたらこれは知らないかもしれないなっていう。さっきおにぎり、まあね、結構ね、あれ定番だと思いますけど、2問目はですね、おでんの具の定番といえば、うわー、これ結構ね、どうですかねっていう。田辺くんの前でおでん食べたことないもんね。ないですね。大体ハンバーグとかそうですよね、ファミレスみたいなのもよく行くから大体なんかその時におでんね。おでん、なるほど。私2つあるんだけどな、好きなのが。はい、はい、え、はい、わこれ難しいかもしんないな、はい、せーの、大根。最初大根って書いてたんですよ。ほんとなんだ。いや、あの、しょうこさん、うん、うわー、これ難しいな。なんかあの、たまにゆで卵買うじゃないですか。あれ買いませんでしたっけ、昔買ってませんでしたゆで卵と。ちょっと待って、あれそれね、私じゃない。あ、違う。あ、ばい、間違えた。あ、間違えた。あ、違う、違う、違う。こら、こら。あれ間違えた。すげえ恥ずかしい。いや、私、はい、卵あんまり好きじゃないの。私、小学校の時からあの、お弁当の中に母親がこう、卵焼きとか入れてくれて、もうその卵だけ残してたし、サンドイッチも卵だけ苦手で食べないし、え、唯一あの朝食とかでさ、はいはい、あの何スクランブルみたいなのだったら目玉焼きにして、もう両面片焼きにしてもらってっていうことはしてもらうけど、あえて自分から卵はいかないけど、ああやっぱり誰かと感じるって。あれ、でも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 、たまに、あのよく渋谷で、あのよく僕たち収録してるじゃないですか、撮影してるじゃないですか。で、あの洋食のカフェみたいな時に、ね、まあハンバーグも食べるんですけど、なんかちょっと、あのオムライスみたいなのもたまに食べるじゃないですか。あのちょっとビーフビーシチューオムライスみたいな、デミグラスオムライスみたいな、あれ卵好きじゃないですか。あの卵は別に、あれね、うん、あれね、ちょっと生っぽくなってるところは私避けてるでシーザーサラダとかもさ、よく生が入ってたりするじゃん、卵、あれはもうすごい嫌で、そこじゃないところ、でもみんなは混ぜたいだろうから、うんうん、そこじゃない、かかってないところをもらったり。
じゃあ、罰ゲームで物を…違う、やめましょう、罰ゲームじゃない、違う、そういうんじゃない、そういうゲームじゃないから、危ない危ない最初に僕書いてたんですね。まあね、はい、じゃあ3問目がですね、はい、お菓子といえば、いや、これは多分、二人くん分かってる。いや、そうなんですよ。ただ、私がお菓子がすごい好きだから、まあ、いろんなお菓子を買ってきてもらってるから、うん、だから多分迷うかもしれないけど、はい、一応最初書いてたやつ、じゃあ行きましょうか。せーの、グミ。やばー、すごい、やばい、すごい。いやいや、もうそれは、いや、もうこれは一番多いかもね。そうですね、買ってきてもらってるもの、言葉、はい、うん、グミ大好きだし、なんかちょっとちっちゃいからパクってなんか休憩中とかでも口に入れられるから、なんか買ってきてもうグミでなんかもうお任せっていうこととかもあるから、割とでもあの果汁グミと、あとあのザラザラがついてるあのダンコのね、ペタコのやつ、うんうんうん、そうだね最初なんて書いてある、最初、ああ、そう、これ迷ったんですよ。確かに確かに、じゃがりこね、じゃがりこ、大体じゃがりことグミみたいなセットが僕のイメージなんですよねあのだから最初これめっちゃでっかく書いたんですよ。うん、私もじゃがりこも思い浮かべたけど、全部まとめたら一番このグミを買ってきてもらってることが多いかなと。で、ちょっともう少し翔子さんに寄せて、はい、ちょっと次からやってみましょうか。はい、あ、そうですね、はい、はい、翔子さんが今一番行きたいと思っている旅行先は。ああ、はいはい、旅行先どうですか、大丈夫、行けそうですか。行けそう、はい、行けそうだけど、はい、なんかさ、え、すごい自信ある。いや、それ大体もう、分かりますよ。え、そこに、おーって言ったけど、はい、私なんか最近、あ、ここ行きたいって言ってないから大丈夫かなと思ったんだけど。あ、本当ですか。せーの、沖縄。すごい、そう、まあまあまあ、すごい。そうそう。ここか迷ったっていう。もう福岡か。そう、合ってる。福岡か沖縄。そう、どっちにしようかなって迷った挙句やっぱこっちなんだなって思って。そう。お仕事でも、まあ、沖縄お仕事でも行ってないし最近は。でも沖縄がやっぱりあったかいし、なんか海きれいだし落ち着くし、なんか行きたいなって思って。で、コロナ前から行ってないから、すごい、なんかもう沖縄時間がもう配達食時間みたいな感じですかね。なんかなんかもうこのゆったりした感じがなんかないさーみたいな、はいはい、ねーみたいなのがもう、もともとは前世沖縄の人なんじゃないかなっていうぐらい、やっぱり時間、なんだろう、この流れる時間が沖縄的な人だからね、なんかもう本当に騒がしいっていうか本当に慌てるのとかが本当に苦手だから、なんか、あまりにもなんかバタバタしすぎると涙が出てきちゃうってい う, どういう状況ですかね、それもね、宝塚の時からもうそうなんだけど、いっぱいいっぱいになると涙が出てきちゃうんだよね。国外もある中でそんなピタッと当たるのはね、なんかすごい、ちょっとまあ、ね、じゃあもうちょっとレベル上げてください、レベル上げてください、はい、逆になんか翔子さんの方で、はい、今なんかこれはじゃあどうみたいなありますか。これ、あ、これね、はい、ね、じゃあちょっとまず簡単な方からいこうかな、はい、さらっといきましょう。はいだしょうこの、まあ、仕事をしている時というよりは、はい、こう例えばカメラが回ってないとか、こう普段というかのはいだしょうこの、はいだしょうことはどういうことですか。ハイダショウコとはオフの時のショウコさんの、は
の何すか、3位までこれちょっと待って待って待って、むずい。つまりあれですか、普段のハイダさんを一言で表すとすればみたいな。素晴らしい。はい、そう。一言で表すのを3つ書くってことですよね。だからなんか、そう一言で表すのを3つ、なんかこういうとこもある、本当のハイダ翔くんはこういうところある、こういうところある、こういうところある、はい、そのみ、何つったわかんない。やってみましょうか。小さい頃からの私の、まあ、なんだろう、持ってるものとか、難しくなっちゃった自分で。よし、はい、ではこれ、二神さんがオープンして3つまず言ってみましょうか。はい、はい、ね、はい、じゃあ高木くんお願いします。どうぞ。はい、ドン。1、面倒見が良い。おお。2、男気がある。おお。3、意外とよく考えている。これ、まあ、何かっていうと、あ、まあ、初めて聞いたかも。そう思ってる。そう、オフの時の、あ、まあ、それこそ仕事にいる時とかでも、メイクしてる時とかに、まあ、プライベートの話ね、とか移動中とかよく話を聞くんですけど、やっぱ後輩の子たちの悩みを聞いたりとかして、それを本当自分事のようにやっぱりそれに対してなんか解決しようとしてるところとか聞いたりとかすると、あ、なんか翔子さん意外となんか面倒見いいんだなとか。で、なんかまあなんですかね、あとそれに付随してるかもしれないですけど、やっぱそういったところとかの、まあご飯とかも、なんか、あ、私がおごっとくねみたいな感じで言うのもよく聞いてたりもするので、とか事務所さん経由とかで、なんか会社さんにあのごちそうにいただいちゃってみたいなっていうのをあの聞いて、あ、そうだったんですねみたいな、あ、なんかお気になさらずみたいな僕は言うんですけど、やっぱそういうのを外から聞いたりすると、なんか僕もなんか鼻が高いっていうのもあれですけど、なんか、あ、翔さんそういうことをしてるんだなとかっていうところ、なんか男気がある。2000だね、これ、ほんとに。意外とよく考えてるってところで言うと、まあ、なんすかね、まあ、要は、まあ、オフの時でもやっぱり僕たちって、やっぱテレビ見てたりとか、やっぱいろんな、やっぱアンテナを張ってなくちゃいけない中で、あ、なんか、こういうのあるんだけど、どう思うみたいなのを、やっぱり、こうオフの時とかでも連絡してきてくれて、それが僕たちのなんかアイデアにもなったりもするので、あ、オフの時でもやっぱり意外となんか何も考えてなさそうに見えるじゃないですか、やっぱ翔子さんって。でもやっぱりなんか先々のことまで考えてる人なんだなっていうのは僕はちょっと感じてる、この3つかなっていうと思います。すごい面白いっていうか。よく見てるね。あら、本当ですか。うん、すごいよく見てる。私結構なんかやっぱ後輩に対してはちょっとなんか、なんだろう、心配になっちゃったりとか、なんか助けてあげたいって思っちゃうから、で、男気があるっていうのもよくなんか、なんだろう、それも結構言われることがあって、はい、その違うことは違うとか、そのなんだろう、まあ、自分のことではそんなに、でも人のことになると余計、後輩とかのことになると、その後輩より先輩が違うこと言ってたりするとそれが許せなくなっちゃって、その違うことは違うってちゃんとその伝えたりとか、まあ、曲がったことが嫌いですよね。だからなんかそういった意味で言うと、え、なんかそれ理不尽じゃないみたいなことに対して、そうそうそう、ね、許せなくなっちゃうよね。なんかそれ意外と、じゃあ私が言うよみたいな、そうおー、そんなの。そう意外とよく考えているな。でもやっぱり楽し、仕事に関してはやっぱりお仕事だから、ちゃんと自分が与えられた役割とか、なんか楽しくやっぱ見てもらいたいし、で、歌だったらちゃんと歌いたいしって思うから、結構細かく高見くんともやり取りするし、
そうですね。なんか人が笑ってるとか、うん、なんか楽しんでくれてるっていうのが一番にあるから、なんかこういうことが全部起こるのかなと思ってしまう。いや、すごい見てた。なんかただのバカな人だと思って見てたんだな。すごい見てる。本当ですか。うん、なんか合ってるのありました？ちなみに。あのね、私はこれだから。恥ずかしがり屋、甘えん坊、人見知り、おふざけ、妹。ちょ、これやっぱ3番よ、意外とよく考えて消していいですか、なんか。全然考えてないわ、この人。全然考えてないわ。え、ちょっと待ってください、ディレクターさん、こっち、なんかこういうことでしたよね。あれ違う？これだってもうみんな知ってるじゃないですか。甘えん坊だってみんな知ってるし、人見知りだってもうみんな。いやいや。みんな知ってる？これ知らないよ、みんな。みんな知ってますよ。おふざけでしてるのか、みんな知ってますよ。おふざけしかしてないですか、この YouTube。ちょっと、自分で質問しといて分かんなくて。そうですよね、絶対もう、わけわかんない。でも、根底には、はい、あの、なんていうのかな、これがあるじゃない。はいはい。ね、結構さ、なんか写真撮るとか言ってもさ、格好つけられないのよ、なんか。それが、なんか恥ずかしくなっちゃうっていうか、基本は妹だから人についていくタイプなんだよね。だけどたまにこういうのが出てくるから、後半に関してはで、人見知りのふざけ。今なんかちょっと、これなんか、だからこれとこれと足して、いや、まあまあまあ、あの、じゃあこのお題何だったんだっていう話ですから。なんか、ファイダーショコのいいとこ言わされたみたいな感じになってますけど、僕が。いや、なんかちょっとダメなの、やっぱり。分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃったじゃないですよ、もう。で、次。あ、で、分かった。え？これは、ちょっと難しいよ。なんすか。最近、はい、私が、インスタとかで、はい、ハマっている、うん、映像。むずっ。あ、まあまあいいっすよ。でも大体なんとなく察しはついてるんですよ。インスタで。これはもう今すごい自分の中で流行ってる。自分の中で流行っている映像ってことですね。なんか、なんかこうバーって見ちゃうのでよく見ちゃう。もう登録もしちゃってる。ああ、せーの、ほっこり動物映像。おお。いやです。犬と猫の仲良し。ああ、ですよね。なんかほら、肉球むにむにむに、ワンコの寝顔とかとか。すごい当たってる。いや、当たってる。でもね、これね、細かく言うとね、はい、犬と猫が一緒に仲良しで寝てる動画があるの。それがね、すっごい可愛くて。一緒のこの丸い中に、猫が寝る丸い中に、丸布団みたいな中に犬と猫が一緒にこうやって寄り添って抱き合って寝てたりとかする。ワンちゃんと猫ちゃん、そんな仲良く過ごせるものなんですか？あんま僕はどうですか、とかなって。でもね、うちの猫は犬の方が好き、猫より。あ、へえ。猫にはフーって言うんだけど、犬には言わない。それ見てるのが最近の映像がもうすっごい可愛くて、ずっと見てる。そんな見てらんで、見ますよ。ずっと見てるんですか？ずっと見てる。で、次。これはね、次はちゃんとしたのです。あ、ちゃんとしたのがいいですか？はい、私が、はい、人が苦手だなっていう人。はい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 。私が苦手だなって、ちょっと苦手だなって思うタイプの人。はい、あ、もう用意ドン。いくよ。はい、せーの、ドン。急に距離感を詰めてくる人。一緒。もう大体わかります。もうそうですね。まあ、さっきの人見知りとかにもつながってくるんですけど、
まあ、ショコさんってじわじわ仲良くなる人なんで、それを本当飛び越えてくると、せっかくああこの人仲良くなりそうなのになっていうのに、これをやっちゃうことによって、あの急に距離がポーンってあの遠のいちゃいますよね。うん、そう、なんかフィーリングでなんかお互い人見知りなんだけど頑張って話してって言って仲良くなる人ももちろんいるんだけどさ、でも基本グーって来られるとなんかまあやっぱり画面上では明るくて、なんかあの小ボケたくさんするちょっと面白いお姉さんみたいなやっぱ感じで映ってるから、やっぱその感覚でいくとあのなんかなんか影では暗いって、いや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 、元気がないって、そんなことですだからそのテンションで来られちゃうとあれですよね、やっぱあのやっぱお互いのリスペクトを知った上でなんか近づいてきてもらいたいというか、そうね、今度二川くんがさ、じゃあ出してよ、そうですね、今もうあのもうあの次最後にしましょう、最後ですね、そうですよね、あの僕も1時間弱ぐらいですよね、いや僕もこれ終着点どこかなって考えてたから、いやそうだよねだから最後なのでどちらでもいいです、あの例えばあもう比較的多分当たってたじゃないですか、はい、逆に今度じゃあ二川さんの方から二川さんについての、はい、わかりましたっていうのもありだと思います。そうですよね、たやくんについて、はい、意外と知らないですね、絶対。いや知らないな、いきますよ、はい、僕の好きな女性のタイプ、ちょっと難しいこれ僕意外と翔子さんにも、うん、恋愛の悩みとか、うん、僕こういう方とお付き合いしててみたいな、で、うん、今独身でね、うん、なんですけど、うん、あの僕の好きなタイプとかってわかるかなっていう、あでもさ、いろんな人がほらちょっと待って、いろんなタイプの人を聞いてきてるからほらこれはね、結構分かった、でもほら、僕の人間性とかを見てくださいよ、せーの、笑顔が素敵な家族思いの人、え、ちょっと、え、後ろから抱きついて、え、なになに なんて言いました今、え、後ろから抱きしめた時、自分のことにすごい翔子さん、その話は言っちゃダメなやつその話は言っちゃダメなやつ見て、僕のほら笑顔が素敵な家族思いの人って、なんすか、後ろが抱きついた時に腕にすっぽり入る人ってねえ、いや確かにいらっしゃいました、ちょっとここをね、やっぱりね、付き合ってる時にね、後ろからギュッてやった時に、あれってあれちょっと、普通あのこうやってね、やっぱやりたいんですけど、あれってで、ね、なった方も中にはね、いたんだね、いらっしゃいました、うん、ですけど、その人はあの残念ながらちょっとお別れになってしまったので、だからこれは違うじゃないですかっていう、もういや、なんかタイプ的にね、はい、なんかすごい波があるから、すっごく清楚な、あの可愛らしい清楚な方とお付き合いされてるなと思ったら、次はめちゃくちゃギャルっぽい方のもうイエーイみたいな感じの方とお付き合いされてる時もあるから、大丈夫ほらまあまあ、合ってるでしょ、まあ、間違ってはないです。でももしかしたらこれね、あのみんなも会う、僕もそうだなっていう人もいるかもしれないし、みんなそれぞれだから、そうなんです。じゃあね、ということで、二神くんの好きなタイプは笑顔が素敵な家族思いで、
後ろから抱きしめた時、自分の腕にすっぽり入る人ということでした、はい、これ終わりどうなるんですかこれもう。いやいやいや、これを言いたいがためじゃないんですよ。いや、閉めてしまったな。閉まってない全然。全然閉まってない。閉まったこれ。閉まってない。まあでもね、いっぱいやってきましたけど、はい、結構合ってましたね、やっぱり。合ってたね。合ってましたね。うん、まあなんでね。ただ、なんだったらやっぱり、まあ家族とかより一緒にいる時間長いから、本当にもうずっと。で、こういうことがちょっと苦手とか、そういうのも全部やっぱり伝えてるから、ね、家族でもわからないこととかもう双上くんには伝えてたりするから、だからもうやっぱり意思伝心っていうことでですね、ね、そういうことでということで、今後とも、はい、なんか兄弟喧嘩みたいなのもすぐになりますけど、ね、どうぞよろしくお願いしますよ。何をこの YouTube で、ね、見せつけてんだっていう見せてんだっていう、ね、すいません、なんかこんな双上くんのいいのこれは、ね、じゃあ今後とも、はい、今後とも、はい、チョコチームというか、はい、はい、鏡マネージャー、そして灰田翔子、ともどもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう、さよなら、さよなら後ろから抱きしめたね。おはよう、おはよう。